トカンチンス川流域、トカンチンス川、とカンチンス川は、ブラジルの川。ブラジル中部における水運の動脈である。川の名前は、トゥピゴで、大橋のくちばしを意味する。南から北へ、およそ2 6 4 0トルを流れ、大西洋に注ぐ。川口部付近においてアマゾン川と結ぶ水路があるため、その一部とされることもあるが、川口部以外の収水域は、 異なることから、水文学的には別推計とされ、ブラジル国家水資源局も別流域として扱っている。トカンチンス川は、ゴイアス州、トカンチンス州、マラニャン州、パラ州のブラジルの4つの州を通る。1988年に、ゴイアス州の北部から成立したブラジルで最も、新しい州の一つ、トカンチンス州の名はこの川に由来する。 ブラジリア連邦直轄区の西のピレネウスとして知られる山地を源流とするが、トカンチンス川の西の支流であるアラグアイア川は、カヤボス山地の麓に、その最も南の水源がある。トカンチンス川との合流点に至るアラグアイア川の長さは 1670km で、その流量はほぼ等しい。これに加えて、モルテス川やアラグア,イア川の20の支流で、カヌーによる、 長距離の航行ができる。川下りでは、合流点のおよそ1 6 0トル上流地点まで、しばしば滝や急流、岩がむき出しの峡谷を吹き抜ける激しい風に、遭遇する。マラニャン川とパラナティン川の二つの支流は、特に南部と南東部の周囲の高地から、大量の水を集めてくる。校舎とアラグアヤ川との合流点との間で、 土管チームス川はしばしば岩場に阻まれ、流路を直角に曲げているところがある。アラグアヤ川の五流点から、下流のパラ州には、多くの滝や急流があったが、世界最大級のトゥクルイダムの建設で1980年代、初頭に、人造湖に水没した。トゥクルイ計画の第2期が完了すると、長距離にわたって川を、航行可能とする拷門の体系が生まれることになる。 しかし、この建設作業は長年にわたって、資金不足を理由に引き伸ばされてきた。都ンチンス川と支流の荒具アイア川ともに、砂と粘土からなる平坦で幅の広い谷を険しい断崖が見下ろしている。これは、標高300から600メートルの広大な砂岩の高原の淵で、川はその深い底を浸食してきた。トカンチンス川の川口あたりでこの高原は姿を消し、 森林に覆われ半分水没した南東と西方向に広がる中石平野の一部となる。アマゾン川がマラ城島の南側を回り込んでパラ川となるアマゾン川の最後の大支流。トカンチンス川の平均流量は13,598立方メートル S である。それぞれの支流域の1平方キロメートルあたりの流量はトカンチンス川が11リットル S。 アラグアイア側が16リットル S、パラ側が17リットル S、グアマ側が21リットル S である。ありがとうございます。